あとはフリート・エリクセンとバイオレット・サンドか。いつか来ると思っていましたよ。スレイマンにも会ったそうですね。ええ、不思議な方だ。僕たちに会って非難するでもなく擁護するわけでもない。何をしたいのです？さあ、自分でも分かりません。ただお会いしたいだけで。僕はご覧の通りしがない雑文書きです。皆それぞれに何らかの仕事をしている。そのすべてが今の行動につながっておられる。うん。恐るべき精神力だと思います。すべてをこの戦いに注ぐためにこの10年を捧げてきた。あれから僕を引き取ってくれたのは大学の教授でした。本だらけの家で毎日本を読んで過ごしました。文字や言葉の持つ力をそこで学んだのです。そして世界を広げたくて新聞社に入りました。なぜ退社したのです？もっと世界を広げたかった。それだけですよ。広がりましたか、世界は？まだまだ知らないことだらけです。僕は知ることで自分の存在を確かなものにしたいと思っています。はじめは僕は反対でした。こんな大それたことをとね。仲間同士で何度も話し合い、何度もぶつかりました。でもそれ以上に突き動かされるものがあった。一度は消された自分たちが確かにこの世界、この時代に生きていたこと。誰も知らないけど僕たちは知っている。だから戦うことに決めたんです。僕から言えることはこのくらいですよ。もう一度聞きますよ。あなたは僕たちをどうします？告発でもしますか？とんでもない。私はただこの国が好きなだけなのです。この国のために何ができるか考えてあなた方と共に戦いたいだけで。奇妙な人だ。自分でもそう思います。こんにちは、サンド少尉。来ちゃったか。ハムレートから聞いてるわよ。よく突き止められたものね。苦労しました。その熱意はユトランドのために使ったら？だから皆さんと話をしたいのです。私たちのことを知ってそれでも止めないそうね。隊長の怒りを知ったからです。止めても無駄だと。ええ、止めても無駄ですから突き進んでほしい。結果としてユトランドが勝利する。それで良いのです。私たちを利用するってわけ？あなた方も国を利用している。その責任を取る覚悟はできているわ。こうすると決めた時からね。この答えで満足？ええ。変な人ね。よく言われます。